自邸のハットフィールドハウス第7代ソールズベリー公爵ロバートマイケル・ジェームズ・ガスコイン・セシルは、イギリスの政治家、貴族、保守党に所属し、メイジャー内閣で、王子少所兼貴族院院内総務を務めた。19世紀後半に3度にわたって、首相を務めた第3代ソールズベリー公爵は、皇祖父に当たる。第6代ソールズベリー公爵ロバート・ガスコイン・セシルと、その妻、 マージョリーの長男として生まれる。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1972年に、父が、ソールズベリー公爵位を継承したのに伴い、その着難の儀礼称号、クランボーン子爵を使用する。1979年から1987年まで、サウスドーセット選挙区から選出されて保守党所属の庶民院議員を務める。父が、 未だ存命の1992年1月1日に、繰り上げ直書により、第13代エッセンドンのセシル男社区位を継承し、貴族院へ移籍した。1992年から1994年まで、国防省政務次官を務める。1994年から1997年に、かけては、王子省所と貴族院院内総務を務める。 トニー・ブレアロード党政権下の1999年、世襲貴族の全議席を削除する貴族院法案が提出されたが、クランボーン教は保守党貴族院院内総務として政府との交渉に当たった。ウェザリル教の作成した修正案を大法カガーバイン教に認めさせ、世襲貴族の議席を92議席残すことに成功した。 彼自身も1999年11月17日に一大貴族のガスコインセシル男爵に除されたことで貴族院の議席を保った。2003年7月11日に父の死去により第7代ソールズベリー公爵位を継承した。2010年5月25日から貴族院議員を休職。2012年9月にはダイヤモンドジュビリーの テムズ川野外劇の準備委員会議長としての功績により、ロイヤル・ビクトリア勲章ナイトコマンダーを受訓した。2019年2月27日に、ガーター勲章を受訓した。1992年1月1日の繰り上げ直所で、父、ロバートガスコインセシルから、以下の借位を継承した1999年11月17日に、 以下の爵位を新規にノブされた2003年7月11日の父、ロバートガスコインセシルの死去により、以下の爵位を継承した。1970年に陸軍軍人、ウィリアム・スターリング・オブ・キーア・チューサの娘、ハンナーンと結婚し、彼女との間に以下の腰を設けている。ありがとうございます。